ギャスマイナス六十七は九百四十三年にソビエト連邦の合理系自動車工場で開発された四四輪駆動の小型軍用車両である。第二次世界大戦中にアメリカで大量生産されたジープに携帯が類似することからソ連版ジープなどと呼称されることもある。ギャスマイナス六十七は同時期にアメリカで開発されていたジープを参考に開発され、 1941年から1942年にかけて646両が生産されたギャスマイナス64の改良型に相当する車種で1943年9月に生産がスタートした。ギャスマイナス64からの変更点としてはエンジン出力が 50HP から 54HP に強化されたこと。 前後輪のホイールベースが若干広くなっていることなどが挙げられる。開発にあたっては、エンジンやギアボックスをギャス MM から、ラジエーターをギャストリプル a から流用するなどして、開発期間短縮、部品共通化が図られている。ギャスマイナス67は1943年中に718両、1944年に2419両の、 計3137両が生産された。1944年1月からは、改良型のギャスマイナス 67B の生産が開始された。なお、エンジン出力の 50HP から 54HP への強化や、ホイールベースの拡大を、ギャスマイナス64から67への変更時では、なく、ギャスマイナス67から67バイトへの改良に、 伴うものであると記述する資料も見られるギャス -67 と67バイトの外見上の相違点としてフロントのラジエーターグリルガード部の構造が変わっていることが挙げられる具体的には初期のタイプのラジエーターグリルガード部分が10本の金属棒を並べて溶接した構造であるのに対し後期タイプではアメリカ製ジープのような 一枚の金属板をプレスして7個の長穴を打ち抜いた構造になっている。なお、ラジエーターグリルの構造変更は、ギャスマイナス67から67バイトへの改良に伴うものであるとする資料と、対戦中の生産型と戦後型の違いであるとする資料が存在し、明確ではない。ギャスマイナス 67B は、ヨーロッパにおいて、 戦闘の終結した1945年5月9日、時点まで七7 1 4両が生産され、67と合わせた総生産数は計4851両となった。当時のソ連では工業生産のリソースの多くを戦車等戦闘車両の生産に振り当てていたこともあって、対戦中の生産数は5000両未満と決して多くなく、これに対し、 エンドリースで供与されたアメリカ製ジープの供給数量は5万両以上であり、機械的信頼性の高さもあって、大半の部隊がこれを使用した。ギャスマイナス 67B の生産は、対戦終了後も継続し、生産数としては、むしろ対戦後の方がずっと多く、1953年までに、計9万2843両が生産された。なお、 対戦直後の1946年に後継車種のギャスマイナス -69 の開発がスタートし、1953年から量産が開始されたことにより、ギャスマイナス -67B の生産は終了している。ギャス -67、67バイトは開発国ソ連のほか、中国、北朝鮮、ポーランドなどに輸出されて運用されている。また、 ギャスマイナス67のシャーシに走行車体を乗せた小型送輪走行車として BA-64B が生産されている。なお、BA-64 の初期タイプにはギャスマイナス64のシャーシが使用されている。模型メーカーのタミヤ模型から1973年に1-35スケールで発売されたギャスマイナス 67B のキットは当時、 鉄のカーテンの向こうより得られる資料の少なさからか、戦中型モデルであるとして、後期タイプのプレス型ラジエーターグリルを誤って再現してしまっている。一方、ソビエト連邦の崩壊後の2007年に、同社から1、48スケールで発売されたギャスマイナス 67B のキットは、元共産権から得られる資料も豊富となり、ラジエーターグリルが、 棒溶接タイプの初期型を正確に再現している。2013年に中国の模型ブランドトランペッターから発売されたギャスマイナス 67B のキットはパッケージに描かれたイラストは初期型溶接グリルであるが中身のパーツは後期型プレスグリルとなっている。ありがとうございます。